結構それぞれがそれぞれの曲をアレンジしたり、まあ、撮ったりとか、あとミックスも自分たちでやる部分もでかかったので、なんだろう、まあ、DIY かつ今のムードの記録みたいな部分はあるかなと思います。結構今まで3枚3枚撮ってきて、まあみんなそれぞれ結構音作りとか、まあ家で宅録するのとかも好きでいろいろやってきてたんですけど、まあ、もうちょっと自分たちでどこまで音にこだわれるかとか、どこまで撮れるかとか、まあ、それこそ海外のアーティストとかだと結構自分の家で撮ってたりとか、自分たちだけでやってるとかも多いので、そういうのをちょっと試してみたいなっていうのでやってみたって感じですかね。やりたかった、要約すると自分たちでやってみたかったっていう、まあそれこそ今こうちゃんが言ってくれてたみたいに、自分たちの好きなアーティストで、まあ、テレビ版とかマックルマンとかある程度自分で撮って、しかも、もう人の混ぜるのとかも自分たちある程度やってるってアーティストが世の中にいるんだったら、自分たちもまあそれをやってみたいっていうのは結構前から思ってたんですよ。でそこまでの経験を経て、で一回なんかずっとやりたかったそれを挑戦してみようっていうのが、まあ、今回あったので、まあ、立ち位置っていう意味では一番、まあ、インディーなアルバムにむしろなったのではないかなって感じです。だんだんなんかインディーになってってるっていう感じはします。一番最初はそれこそニューヨークのレッドベルスタジオ、結構いいエリアにあって、機材とかもすごい多くて、大きいところで1枚目をやらせてもらって、エンジニアさんいてプロデューサーもいてっていう予定だったので、で2枚目はプロデューサーさん1人になって、でロンドンでやらせてもらって、結構まあそれ自体は大きいプロジェクトであると思うんですけど、スタジオ自体はその人が使ってるスタジオだったりとか、友達のスタジオとかっていう感じになって、3枚目では初めて日本でアルバム自体やるって感じで、4枚目では自分たちだけになって、次は宅録かなみたいな感じの まあでも本当そういう感じなので、一番手触りのある感じには